ホークスが広島と対戦した昨日の交流戦、バットで見せたのがこの男。2球目は外に構える、打ちました、レフトに上がった、レフトバックして、バックして入りました、ホームラン。プロ初ヒットがプロ1号になりました。今ホームイン、プロ入り初ヒット。ホークスに現れたニューヒーロー渡辺陸。渡辺は2018年強肩強打のキャッチャーとして育成ドラフト1位で入団、そして去年8月には支配下登録を勝ち取りました。打てるキャッチャーとしてレギュラーになれるように頑張りたいです。今年のキャンプでは持ち味のバッティングに磨きをかけようと連日バットを振り込みました。そして直接指導を行った王会長は渡辺について、もっともっと出場機会がね増やして、そういう経験を積ましてやりたいなと。やっぱり長打力があるのは魅力ですよね。だから期待してます。広島戦でプロ初のスタメン起用、しかし初回バッテリーを組む大関がタイムリーを打たれ先制を許します。それでも2回、ホークスが逆転し、なおもチャンスの場面で渡辺。プロ初ヒットはレフトホームランクラスへ飛び込むプロ初ホームラン。さらに4回の第2打席、レフトに上がった、これもいい当たりだ、なんとなんと2打席連続ホームラン。6回の第3打席でもタイムリーを放ち初の猛打賞、バッティングでは3安打5打点の活躍。キャッチャーとしても巧みなリードで同じ育成出身大関の好投を引き出し、チームの連勝に貢献しました。試合終了です。そして初物尽くしのこの日、最後は初のお立ち台、初ヒット初ホームランのボールというのはロッカーに置いてきました。すみません。そうですか、4年目の渡辺陸です。これからもっと一軍で、活躍して貢献できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。